はい、妖怪つみつみ将棋を開封、すげえ気になってるやつ、個人的に開封レビュー開けるよ。どうやって開けるんだこれ。開け方が分かんない。ここっぽくないですか。でもあ、ここっすか。あ、ここっすね。あ、なるほど。あ、で横にシールが貼ってるんですね。あ、ビリッてなっちゃうパターンだこれ。はい、あ、かっこいいじゃないですか。カードにちぎるとこう将棋の駒になってるよって、うんうんうん、いう感じなんですね、うん、で他の付属品はフィールドマップかな、うん、これは多分そう、もうプレマですよね。ちょっと左なんか動物将棋ぐらいだね。そうですね、 3×5 マスですね、うん、ルールよくまだ分かってないですけど、それとルールブックですね。ルルですね、同じサイズかな。いや、ちょっと大きいのか。ちょっとまあ、これカードブックのカードっていうか、コマっていうか。そうですね。これね、バトルブレイクっていうね、バンダイが心なき半ばでサービス終了したね、やつのリベンジ作品だと思うんだ。そう。あれ結構気になってたから、もう、トレカトレカで言ってる、言ってないあたりがちょっと気になってるんですよ、これ。トレカとは違う。これちぎると将棋の駒になって、あ、結構簡単に、そうですね、ペキペキってペキっていく、いきましたね。しかも、ね、結構綺麗、あ、見えない、うんうん、綺麗にね、なってますよね。バリないし、そうだね、あ、綺麗だな。ペキって取れる、気持ちいい感じで取れる。かこれガチャガチャもあるんだよね、100円で。ありますあります、100円でこれがニョキって出てきて、そういう感じっぽいですね。でペキってやって、はいはいはい、ペキって取れるのいいね。あ、これ気持ちいいよ。やってみる。気持ちいいよ。おお。いいでしょ。おお。やりたいでしょ。なるほど。そういうことか。やばい。このペキってやるのだけでも買う価値あるね。それはそれは言い過ぎじゃないですか。さすがに。めっちゃ捨てば。いや楽しそうなんですけど。ねえ。あ、かっこいい。レアレア。レアコマ、レアコマ光ってます。なんていうのかな、かっこいい。よし、キュービとオロチ、かっこいい。そうか、ちゃんとメスだもんね、これ。じゃーん、うん、ね、結構ね、メジャーな。これなんかこの大釜と土蜘蛛だけちょっと加工が豪華な感じしません。あ、白押しがある。白押し発光されてる、ね、かっこいい、うん、もう一枚ありましたね、うん、多分ね。これ光ってるけど発光しされてない、されてない。だこっちコーレアリティっぽいね。そうですね、こっちの方が。オイルこれがホイールがあるだけ、うん、タビガッパとシシコマ、ね、なんかありますね、もう一枚、うん、これはちょっと違うのかな、種類が。守りって書いてある、石ダメとか書いてます。あ、王将コマなのか、これか。王将って書いてある。王将コマがこの光ってるコマじゃないですか。あ、違うのかな。多分ね、これバトルブレイクでいうところの城なんじゃないかな、キャッスルブレイクの。うーん、ちょっとバトルブレイク知らないから分かんない。バトルブレイク分かんないっす、うん、多分そうかもしれない。なるほど。このジバニャンの顔やばいっすね。とりあえずかわいい。の回数は終わったと。そうですね。ダイス、ダイス、これもやっぱバトルブレイクだね。なんだろう、サボールとかありますね。これね、ミスミスなんですよ、多分。でクリティカルがあるんですよ。うん、クリティカルで、あとはこれ戦闘修正がありますと、うんうんうん、マイナス1からプラス2まで、うん、そういう感じ。プラマイゼロもありますね。いや、これ面白そう、うん、うん、じゃあ次回はプレイしてみようという感じになると思います。以上、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。